2015年5月11日、韓国、聯合ニュースによると、韓国の路上では自動車は歩行者を優先しなければならないのは日本と同様だが、実際には6割程度しか守られていないことが分かった。11日、ソウル研究院が発刊した、ソウルの歩行者が感じる歩行環境は？によると、歩行者と車両が出会った時、優先権が歩行者にあることは運転者の 96.5%、歩行者の 95% が理解している。しかし、実際に道を譲ってもらったと答えた歩行者は 59.3% に過ぎず、認識と行動の違いが明らかとなった。ただし、運転者の 81% は歩行者に道を譲ったことがあると答えており、運転者と歩行者の間の認識にも差があった。このアンケートはソウル研究院が今年3月、ソウル市内の20歳以上の男女ドライバー141人、歩行者140人を対象に実施したもの。最後まで動画を視聴してくださり、ありがとうございました。当チャンネルでは、今後も、あらゆるニュースについて、動画を作成していきます。もしよろしければ、チャンネル登録のほど、よろしくお願いいたします。登録は、下の、チャンネル登録、ボタンを押してください。ありがとうございました。